サンタ・ジュスタのリフトサンタ・ジュスタのリフトは、ポルトガル・リスボンのカルモ通りにあるリフト。通称、カルモのリフト。カルモ広場の上り坂で、バイシャ・ポンバーリーナの通りとつなぐ。リスボンの観光名所の一つ。サンタ・ジュスタのリフトを設計したのは、フランス系でオ・ポルト生まれのエンジニア、ラウル・メスニエル・デ・ポンサルドである。建設は1900年に始まり1902年に終わった。 リフトは高さ45メートルあり、鉄製である。ポルトガルでは、この建築様式の典型である。金属構造は、隣のジュングエーラにある会社で組み立てられた。どの木座橋も、異なるパターンのゴシックリバイバル建築様式で、装飾されている。最上階は、螺旋面亭の橋五段で登る。テラスからはサンジョルジェ城、ロシオ広場、 隣の売車ポンバーリーナ地区の素晴らしい眺めが楽しめる。二つのエレベーターブースがある。どちらも内装は木製で1台におよそ24人が乗れる。リスボンにある都市リフトの中でサンタジュスタは唯一縦型で垂直に立つ。他のものはリスボンの急勾配を登るためのケーブル式である。サンタジュスタリフトの外観から多くの人がギュスターブエッフェルが建てたと勘違いしている。 ありがとうございます。